僕ね、昨日肩痛いなって肩とジョイコンが壊れたんですよね。で、寝違いかなと思ってたんですけど、今日ここのポジションに座って分かったのが、昨日の3の4、ケビン1、ケビン2、めっちゃ効いてるやん、これ。痛いわー。で、もう1個ジョイコンが壊れてるかなと思ったんですけど、こう右側に勝手に進むときあるんですよ。ジョイコンよく壊れるっていうじゃないですか。で、最近修理したばっかなんですよ。なのにっていうのを思ってたんですけど、ちょうどライン入ったときに、右にずれたんかなと思って、電波で。そんなことある？あるかな？誰か詳しい、ロボコンに出てるような人いませんかね。昔パソコンのモニターの横に携帯をガラケー置いといたら、電波入った瞬間に画面がちらついて数秒前にかかってくるって分かるっていう、あれと一緒ですかね。あとね、ケビン12にもコメントありがとうございました。僕ね、その中で一つもあったね、可愛いですねって、ガーと間違えてた、右側の人ガーやったんやけど、本当はガーと間違えてるかなと思って、それ可愛いですねって言っちゃったことがあったんですけど、本当にその2時間前にさ、かっこいい、かっこいいじゃねえわ、何やったっけな、イケボですねって来てたんですよ。俺さ、その可愛いっていうのを見てイケボって言ったみたいになってるの、その誤解だけ解きたいなっていうのがありました。ちっちゃい話ですね、本当すいません。ここはね、これを3回するっていうだけで確率はもうされてましたね、あの時っていうのは。クリアする初見でクリアするときからやり方変わってないですね、何にも。他のところ結構修正とか入れてすごい成長とかしたと自分で自負してるんですけど、他の、その成長についてもさ、うまいって言ってくれる人いてありがたかったな、俺なんかに対してありがとうございます。2人いるみたいって言われたコメントが一番さ、嬉しく、あと参考になりますって言われるのも嬉しいな、あれ。俺もそう、その一緒にやってくれてる人がいるんやっていう嬉しさがまあ一番あるし、まああとイケボですねっていうね。 イケボ嬉しいんかい。 俺何する？うれ、エビね、エビがね、これはきついな。今のうちにエビもう一回取っとこう。これお肉やな、あれ人参や、やばい。次を切っとくことで結局プラマイ一緒にしようっていう魂胆です。めっちゃ遅いな、めっちゃ遅くてもこれ多分一緒やと思って、後で追いつけば。先に切っといたら洗ったりする。まあ洗ってねえか。正露方、あ、そう、もう一個嬉しかったのは、なぎさんが、正露方式ここでも使えたんですねって、ここでもうのもうが嬉しかったの。他のところでもうやってたあたりさ、それ。サラのって早いんやね。もう急がなあかんわ、ちょっと時間ないわ。お肉のスタッフ、めっちゃ遠い。でも間に合うんじゃん、これゆっくりやけどさ、結構ゆっくりやったな。あんま難しくないっすよ、だから。
つもと違う置き方するから悪いになったな。今度いいか？え？なんてやったっけな？ありがとうございました。言いたいこと伝わってくれたでしょうかね、いろいろと。ありがとうございます。多分、前後、ちょっと遅くても早くても、3-3-3じゃないんかなと思う。あと1個いける人も、あと1個少なくてもクリアできんとか、そういう話なんじゃないかなと。あー、これでキャンプファイヤー終わったけど、まだ次2つパスポートが出るっていうことを知って、今回。だから、今回言語が変わるって知って、変わるのと一緒で、また次出るって知って終われるっていうのもいいなと思います。今思いつきました。今の話は平成中に一人王はクリア。どうも皆さんありがとうございました。